第60話宗謙寺三景要求今回の英文はこちら「Section60」According to Louis Freud, a missionary of the Society of Jesus, shortly before his death, 信、no、長 wanted all his subjects to worship him as a divine being and ordered the people to adore him at 宗建寺 the temple he had built on Azuchi、so、Hill. However, the deification of Nobunaga as described by Freud was inconsistent with another comment he made on Nobunaga. He declared that there is no creator of the universe, no immortality of the soul, and no life after death. イエズス会の宣教師であるルイス・フロイスによりますと、えー、続きの、uh, shortly before なんたらかんたらで、なんたらかんたらの直前に、his death。この His は信長ですが、信長の推しの直前、えー、信長は、wanty to 誰々と不定して、人に何とかすることを求めたで。人に当たるのが真ん中のサブジェクトですね。この場合のサブジェクトは、進化という意味です。したがって、自分の家臣たち全員に、I worship him 自らのことを崇拝することを求めたのであると。 アズイカとして、ディヴァインビーン、神として。はい、アンドが出ました。アンドは、この、動詞と動詞、過去形と過去形が並列ですね。えー、丸るの関係。で、二番の、オーディオ、誰と不定詞。人に何とかするよう、布告した。the people、民衆にアドォーヘン、自らを拝むように。で、自らどこにいるかって言いますと、いこの宋賢治というところにいるというね。で、この宋賢治と次の the temple、ここまた同格です。そして、えー、テンプルを先行しに、he から hill まで関係代名説。 えー、信長が安土山にね、建てたお寺である創建地にいる、えー、ね、自分自身を拝むようにというね、えー、ことを民主に求めたとこう言ってるわけですよね。<noise> えー、今、ミショナリーという単語出ましたので、え、ちょっと語源のお勉強。えー、ミス、またはミッドっていうのはですね、えー、潜る、送るっていうね、意味なんですね。えー、例えば日本にもなってますけど、ミッサーをね、まあ、ミサイル。まあ、あんまり怒られたくないですけどね。 それから、ミッション、えー、施設団、まさに送りますでしょミッショナリーもそうですね。から、動詞になると、例えば、アドミット、アンドはどこどこの方へと、そっちの方へと送る。で、そのね、送られた人たちをね、入れてあげることを許すっていうところからあ入場を許可するっていう意味になったんですよね。えー、コミット、コ、え、ム、ー、っていうのは脅威でしてね、えー、強みの働きです。えー、ある人物に一切を送る。そこからあ人に委ねるっていう意味になったんですね。 それから emit の e は外 ex っことですけどね。外へと送るから、まあね、いわゆる光などを自ら外へと放つというね。それから intermit、inter は between の意味ですけどね。間に入って送る。つまりそれをやめさせる。中断させるという。omit、of はこれ of なんですけどね。away の意味。すなわち、送ってね、そこから遠ざける。まさに省くってことですね。permit、per は through の意味ですね。送り通す。 えー、通過するのをね、許すっていうところから許容するというね。だから、submit、sub は下です。下に置くというところからね、一つは、submit2 の場合は交参する。文字通り下に置いて提出するとかですね。transmit、trans、アクロスの意味。一山越えて送る、そこで伝達する、など。<noise> えー、今度は、多義語のお勉強。subject、えー、という単語。本文では5番の親民という意味で出てまいりましたけどもね。 え、この語源はまたしてもサブが下に、これでジェクトは投げるって意味なんですよね。まあ普通はこの1番とか2番の主題とか話題でしょうけどもね。まあこれも会話の詐欺ですね。え、キャッチボールし合うもの、投げ合うものってところから来てるんでしょうね。Let's change the subject って言いますと、話題を変えようぜという煙文句。 から、授業中の話題っていうと、いわゆるね、学校の先生たちがそれぞれのね、自分の担当をやるしかないので、いわゆる学科科目。から、文法の時間にサブジェクト、いわゆる SVO の S ですけどもね、それがまさに主語ですね。ま、あ人間に例えると、主語が頭、で、頭からだんだんこう下へ行きますからね。から、文字通りですね、えー、O に対して下にいる、ね、使える人、それが市民というわけですね。から、なんか実験するときもね、えー、悪いけど、ちょっと俺の下でもってね、えー、実験体になってくれるっていうところからじゃ、非賢者。 えー、そして7番 be subject to という半分受講なんですけども、まあ、これもですね、えー、下にね、えー、置かれるというところは、さら晒されるというところですよね、えー。日本はしょっちゅうこの地震にさらされる、地震がよく起きるとかね、あるいは価格というものはね、チェンジ、このチェンジは名詞ですよ。えー、変更されることがございます。変更というものにね、さ、え、ら、ー、されやすい、受けやすいというわけですね。最後に動詞です。動詞の時だけアクセントが後ろに行くんですよね。subject。それで、えー A を B に従属させるという意味ですね。おいお前ちょっとこれやっとけつってね、下に向かって投げていく感じですね。さあ、本文、ここの However からまいります。しかし、次の Deification はちょっと難しい単語ですかね。神格化,化です。信長の神格化,化はで、問題は次の As なんですけど、これが本日のポイントでして、まず As の後ろには IntoAs のね、この場合省略です。そうなるとこの Describe は過去分子、すなわち受動体だったんですね。 したがって、フロイスによってね、えー、記述された、この信長の神格化。まあ、後ろから、この神格化という名詞を修飾させればいいんですけどね。あ、そしてその神格化が主語。で、このずが動詞です。これで、was inconsistent with なんとかで、なんとかと矛盾していた。また別のコメントね、えー、説明と矛盾していたのであると。で、このコメントを先行しに、またしても非から信長まで関係ダメ説ですね。 で、ここをもともとメイクコメントオンという決まり文句でした。なんとかに関してね、いわゆるコメントをする。えー、ところがそのコメントが先行詞として前行っちゃったから、だからちょっと順番崩れましたよね。まあ私の言う熟語崩しという現象です。こっちの日はルイス・フロイスですよ。ルイス・フロイスが信長について述べていた別のことと矛盾してたったわけですね。じゃあその別のこととは何かっていうと、はいつの点にこのことをコロンと言いますが、すなわちという意味です。 すなわち、この日は信長。信長はね、declared that to 説。that というかとはっきり言っていたよ。なんと。で、ゼレーズ公文で、死、え、後、ー、3連発。まずは、この世の創造主などはいない。から、魂の immortality 不滅などということもあり得ないと。そして、死後の、ね、life はこの場合、生命です。 というものもない。死後の世界なんかないんだ。なんてことをはっきり言っていたってわけですね。まあそういう意味じゃ無神論者ってことを言いたかったんですかね。でもこっちでは自分を我つってるんだから、あれ無神論者なのそれともやっぱりね、神様を信じてるのおかしいなぁ。そこで矛盾していると言ってるわけですね。えー、life っていう単語も意外と多義語ですよね。えー、根本的意味は全て生でいいんですけどもね。まさに一番生命、命、生存。 から本文にあった2番生物という意味もありますね。その場合には集合名詞ですね。集合名詞ってことはあの複数形にはならない。l i ブ e になることはないってことですけどね。からもちろん3番の人生もございます。that's life, such is life って言うと、それが人生さ。どっちかというと諦めてる時ですよね。対して this is the life って言うと、これぞ人生ね。気分は最高とこっちはプラスイメージですね。えー、ここに座がつくところも違いがあります。から4番、元気、活気、正気。be full of life. 元気いっぱいだ。これもよく使う気持ち文句。から、5番の実物ですけど、これはまあ普通、true to life っていうね、語、えー、がございまして、物語などが真に迫っているという意味ですね。から、もちろん6番の生涯一生、for the rest of one's life なんて言いますと、一生を、余生をっていう意味ですね。 から7番生活もまあ知ってますけども、leave a happy life で幸せな生活を送る。問題はここにあがつくってことなんですけどね。じゃあ、その時のライフは絶対加算かっていうとそうでもないんですよね。一般にこのハッピーのような関連的な形容詞がつくとちょっとイメージが湧いてあがつくってことなんですけどね。で、最後、なんと電気、biography の意味もあるんですよね。the lives of a great man。偉人たちの電気。本日の英語公文のポイント。名詞限定のあず。 まあ、タイトルの通り、このアズイカをですね、手前の名詞を修飾させるということなんですけどもね。まあ、文法用語で言うとこの連帯修飾ということです。その時のアズはもうたいパターンがございまして、二、えー、パターンですね。一、えー、個目、まず名詞がいて、直後にアズ、ユー、セイリット、ナイスはユー、k ノ o イ it。しは you know it まあ、ユーはウィーの場合もありますけどね。まあ、もうこういうパターン的時はもうたいもうね、この部分をこの名詞にかけて訳してください。からもう一個が二番の名詞、えー、でアズの次が、 え、過去文詞がいた場合ね。で、これは大体手前に it is。まあ、複数の場合にすると they are ですけどね。えー、の省略ってことです。まあ、それも省略されること結構多いんで、すと、アズの次に過去文詞が来たらもう大体名詞限定なずと判断してもいいんでしょうね。えー、例文行きましょう。例えばこれ。I'm at Fuji as you see it. from 静岡えー、これ、えー、アズがいて、U がいて、C がいて、で、i っといますでしょ。従ってこれが名詞を限定すらずね。 ただ静岡県から見た富士山というふうに、後ろからね、富士山を就職させて訳してあげれば結構です。まあもちろん富士山ってのは一個しかないわけですけども、富岳三十六景ってくらいですからね、我々の観念の中にある富士山ってのはまあいろいろあるわけで、そのうちのね、静岡から見た場合の富士山っていうふうにまあ話を限定している。だから限定な図っていうんですよね。 え次の例文もそうで、これまた as、ね、as, we know them. この部分を後ろからクロックスにかけましょう。今日我々が知っている、そういう時計となりますよね。それは当時存在していなかったで話は終わり。もちろん、あの、2行目のようにですね、as の後ろが known とこうなる場合もありますが、その場合にはこの場合クロックスが複数ですから、ここに they are の集落となります。 で、これって、要するに結論はですね、じゃあ、後ろから名刺を収縮するんだったら、まずは関係試しなんじゃないかっていう風に思われるかもしれませんが、厳密には関係試しじゃないんですよね。関係試し説の定義っていうのは、説内が不完全分になるってことね。まあ、当たり前だけど、先行詞として1個前へ行ってる分だけ、えー、後ろがなんか足りないっていうことが普通なんですよね。ところが、この場合は、これ、1、えと、ー、ってちゃんと書いてありますでしょこの1もちろん富士山ですよ。こっちも全部って書いてありますよね。これ、クロックスですけどね。そうすると、これ、全然 SVO になってますから、えー、不完全になってません。 だから厳密に言うとこのアズは接続詞なんですけどねまあでも本当はそんな文法の理屈はどうでもいいですからまあ要はこのパターン的にはね後ろから前に訳してくださいで何にこだわってるかと言いますと名詞を修飾するということはアズは強いて直訳すれば「ようなでなければいけないんですよねこれを一時変えて「ようににしてしまうとそれはいわゆる連用修飾になって動詞を修飾しちゃうことになっちゃうんでそれは本当は語訳になります で逆にこの CF の文章のように前後にカンマカンマしてでしかもこの場合脳の後ろに全部っていませんでしょ、はい、こういう時は連用就職つまりご存知のようにっていうね決まり文句になるんですよねえー、ご存知のようにはもちろんこの文全体に書けますけどねてなわけで銀字ちゃうあずがいて言ういてのういて言っている限定あずだよ名刺を就職 え本日の本文の内容はですねえ、宣教師ルイス・フロイスが日本のことをまとめた日本史という本の引用からあとってあります、えー。こうやって書いてあるそうですね。彼は、良き理性と明晰な判断力を有し、神及び仏の一切の礼拝、尊愁、並びにあらゆる異教的戦伏や迷信的慣習の軽蔑者であった。 当初名目上は法華経に属しているように見せていたが、権威について後はうぬぼれ、自分を全ての偶像より上位に置き、若干の点で禅宗の考えに同意して、霊魂の不滅も、来世の懲罰もないとしていた。ルイス・フロイスはまた次のようにも述べてます。神々の社には、通常日本では身体と称する石がある。それは心臓の心と実体を意味するが、安土にはそれが楽。信長は、よ、自らが身体である。 と言っていた。しかし、矛盾しないように、すなわち彼への礼拝が他の偶像へのそれに劣ることがないように、ある人物がそれにふさわしい盆算と称せられる一個の石を持参した際、彼は寺院の一番交渉、すべての仏の上に、一種の安置所、ないしは窓のない仏壇を作り、そこにその石を収納するように命じた。 さらに彼は両内の諸国に触れを出し、それら諸国のすべての町村、集落のあらゆる身分の男女、貴人、武士、庶民、先民が、その年の第五の月の彼が生まれた日、まあ5月11日とされてますけどね、2、同時とそこに安置されている身体を礼拝しに来るように命じた。諸国、遠方から同所に集合した人々は人大で、到底信じられぬばかりであった。 信長は自分を神だっていうふうに本当に言ったのかっていう問題がございましてねえそういうことやあるいは信長が無神論者だったってことが書いてあるのはルイス・フロイスの書簡だけらしいですよね日本側の記録にはないようです、えー、無神論者ってのはやっぱ違うんじゃないですかね、まあ、彼自身のね先ほどの記述にもね、法決法内書は全集なんて書いてありましたからね あるいは、桶狭間の時も、厚田神宮に戦勝祈願なんかしっかりしてますしね。それから、京都に泊まる時はだは、大体、法華経寺に泊まってますよね。えー、例の本能寺も法華経ですからね。 それからこの安土山にある、ね、宗賢寺というのもね、本当に信長をね、ご神体とするね、寺だったのかっていう問題がありまして、ま,あ、まずこの宗賢寺はですねあの、柏木神社っていうね、まあ、宗賢寺ともいうそうですけども、まあ、当時はの神仏集合だからね、神社の中にお寺があっても全然不思議ではないんでしょうけれども、そこの門を移築したってことが記録に残っているそうですね。から後に宗賢寺は臨済宗の明神寺派にね、属しますので、もともと信長の菩提寺がその宗派だったっていう説も あるくらいですよねそれから凡さんの話は「志ん後期」にも出てくるんですがでも別に「ご神体」とは書いてありません単なる置物だったんじゃないかっていう説もありますからね。 えただし、政治的な理由でね、自分を神だっていうふうにね、言ったっていうのは捉え方ありますよね。中世の権威っていうのが、言ってみれば朝廷と寺社と武家だった。でいわゆる天下富具の意味がですよ。公家や寺社に代わって武家が天下を取るという、このね、解釈で行くんだったら、じゃあもう今、もう本願寺とかをね、やっつけて寺社は結構やまりました。残ったのはここだけってことですよね。最高権威たるこの天皇を超えるためには、自分が神になるしかないという、そういう理論なんでしょうね。 それにしても、下の三傑のうち、え、秀吉は後に豊国大明神、から家康は東昇大権現と神様になってますけども、信長だけは総経院、大岸、大古寺というふうにですね、普通の人の解名もらっちゃってますから、え、神様になれなかったんですね。本能寺の変、朝廷黒幕説を唱える方々は、今日の部分を一つの根拠にしますからね、ここの解釈は重要になってまいります。本能寺まであと半年。